てそのまま忘れ去られて、かけ直したら後でかけると言ったままかかってこない。なんとかデートの約束をして気合を入れて待ち合わせ場所にいっそいっそ出かける。5分経っても10分経っても30分経っても彼女は来ない。確か南口って言ってたよな、ひょっとして北口だったかな。心配になって念のために彼女の家に電話してみると、あれ今日だっけ。そりゃにゃーぜセニョリータ、セニョリータ、セニョリータ。ナンパしたら飲むだけ飲んで食うだけ食ったらごちそうさまとさっさと帰られて、合コンしたら女同士でトイレで相談とっとっと帰る。女友達に可愛い子紹介してあげると言われ、また期待して出かけてみたら目の前のこの女はなんだ、性格がとっても可愛い子なの。そりゃにゃーぜセニョリータ、セニョリータ、セニョリータ。喋ってたことが一つ手で俺の耳に入った。あの人もう小さいし早いし最低。そりゃにゃーぜセニョリータ、セニョリータ、セニョリータ。女房とはすっかり冷え切り、職場の女に手を出したらすっかりハマってしまって、いつになったら奥さんと別れてくれるのなどと女に迫られて、こんな恋がしたかったんだ俺は、家族を取るか大の人生歩むか、離婚届に慰謝料払って晴れて今日から二人で生きよう。障害がなくなったら刺激がなくなってつまんない。さよなら。そりゃにゃー